9月28日、第120回救世軍オンライン祈祷会、聖書コロサイの信徒への手紙1章25節。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。希望を見出すのが難しい時代に、神の御言葉は本当の希望を与えます。私たちは御言葉によって救われ、神の民として力強く生きていくことができます。そして神の民には御言葉を伝える最高の務めが与えられます。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになりとあります。人の考えや経験談で全ての人に希望を与えることはできませんが、聖書の言葉は全ての人を救い希望を与えます。イエス・キリストを信じ救われ本当の希望が与えられた者として、神の御言葉を伝える使命に生きたいと思います。祈りましょう。今日の祈り。1、安全で有効な治療薬とワクチンでコロナの問題が終わりますように。2、招待教会の集会が安全に守られますように。3、健康的な新しい生活スタイルが確立されますように。天の父なる神様、今日も祈ることができて感謝をいたします。神の御言葉によって救われ、神の御言葉を伝えるという大切な使命が与えられております。どうぞこの使命のために生きるものとしてください。コロナの問題が一刻も早く終わりますように。招待教会の集会が守られますように。新しい生活スタイルを確立していかなければなりません。健康的な、そして神様が求めておられる生活を私たちが求めていき、それを実現する時でありますように。お一人お一人の信仰生活の歩みをお守りください。イエス様によって感謝してお祈りをお捧げいたします。アメン。